ロルシュは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラーセー軍に属し、世界遺産に登録されている、ロルシュ修道院で知られる。ベルクシュトラーセの門とも呼ばれるロルシュは、かつてのベルクシュトラーセの5キロメートルほど西にある。オーデンバルトのわずかに西側、北のダルムシタと南のマンハイムの間のオーバーライン地溝体内に位置する。ベシュニッツ川上流域の西側にあたる。 市の南東は、ベシュニッツインゼル自然保護地域に含まれている。ロルシュは、北は、アインハウゼンと、ベンスハイム、東は、ヘッペンハイム、南東は、ラウデンバッハと、ヘムスバッハ、南は、ラムペルトハイム、西は、ビュールシュタットと境を接する。王のモン・ロルシュ修道院は、764年に、フランケンのガウの博である。 カンコールとその母親のビリス・ビンダによって創設された。この修道院には、メスに近いゴーズ修道院のベネディクト会修道士らが移り住んだ。この修道院は885年にローラソムという名で初めて記録され、時代とともに発展して、現在の名前になった。この修道院は、中世初期、または世紀に帝国修道院となり、オーデンバルト、ベルクシュトラーセ、 ラインヘッセンの他に、アルザスやロートリンゲンに所領を有した。除人検闘層の内戦で多くの所領を失った。12世紀後期に古い所領大長の資料を再編成して管理する試みがなされた。しかし、ロルシュは1232年にマインツ大使教領となり、プレモントレ会の修道士らが新たに定住した。その後、マインツ選定校とプファルツ選定校の間で、 大関係の所有をめぐって深刻な対立が生じた。カロリング朝時代のベネディクト会修道院は一部発掘されているが800年頃の楼門が保存されている。この建物は現在ユネスコの世界遺産に登録されている。ヤーコプ・グリムはロルシュの馬牧場の石棺という例について語る伝説を記している。すなわち、グリム兄弟、ドイツ伝説集。 第3巻、第70は、ロルシュ牧場の馬飼いの家には以下の話がある。1753年のこと、ロルシュ牧場の馬飼いが、家の側で骸骨が2つ入った石棺が見つかったと役所に届け出た。彼が言うには、35年前に亡くなった父親はある、夜、家の中で明かりがついているのに気づき、祭壇の前に立つ死祭の身なりをした男が、立っているかのようだった。 じっと見つめていたが、そのものが振り向いた。その目が窓のガラスのようだったので、びっくりして逃げ出した。朝になって家に入ると、小さなサジが見つかったと父親が語ったと。息子はそのサジを役人に見せた。ロルシュ市長者ロルシュの市議会は37議席からなる。また、7人の市議会議員からなる三次会が設けられている。市長は二千十一年六月から、 クリスティアン・シェーヌングが務めている。彼は2011年3月27日の選挙で60.9%の票を獲得して当選した。ズンガラ、上部は黒字で、下部は銀字と青字に左右に分割。上部にはデザイン化された金の王の門が描かれている。下部の向かって、左は銀字に赤い十字、向かって、右は青字に向かって、 左向きで銀と赤が9回入れ替わる獅子。1991年に世界遺産に登録された王の門が紋章に描かれている。赤い先端が尖った十字はかつてのロルシュ修道院の紋章であり、獅子はこの都市が属すヘッセンの紋章である。ビッテンハイマー橋ロルシャーベルシュブローとロルシュ駅市域内を連邦アウトバーン A67 号線。 連邦道 B47 号線及び B460 号線が通っている。ドイツ鉄道のロルシュ駅は、ベンスハイムからボルムスへのニーベルンゲン鉄道沿いに一致しており、またラムペルトハイム、ビュールスタット、ヘッペンハイム、アインハウゼン、ベンスハイム行きのバスが発着する。ロルシュは、ヘッセンサイクリングロード R9 号線に面し、このコース沿いに、ボルムスからベンスハイムを経由して、 ヘイヒストイムオーデンバルトまで行くことができる。トレックスター GMBH&COKG は2001年にロルシュで設立された企業でこの年に本社を置いている。アジアで USB スティック、外付けハードディスク、MP3 プレイヤーを製造している。開発部門や品質管理部門は現在もロルシュにある。 ロルシュでは2種類の地方日刊紙が観光されている。ベルクシュトラセアンツァイガーのロルシュ、アインハウゼンバント、これよりは少数派のシュタルケンブルガーエコーである。ロルシュでは、告げ会の火曜日に100以上の出し物がある、大規模な舎肉祭パレードが行われ、毎年何千人もの人々をこの修道院の街に招いている。これらの文献は翻訳元である、 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。